店のお姉さんで、お父さんがお客さんだからいっぱいサービスしちゃうね。それじゃあキーザ東部にレッツゴー。キーザ東部シリーズ第1弾、元気いっぱいハコちゃん。いつも使ってるやつにしよっか。見て、あわわじゃあお父さん、お客様の頭を洗うね。おお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 おところはございませんか。で、美容室で聞かれるとき、あんまり痒いことってないよね。むしろ髪の毛を切ってもらってるとき、お鼻に髪の毛がついてずっと痒かったことがあったんだけど、全然聞かれなくて大変よ。聞かれないとちょっと言い出しづらいよね。頭を洗ってもらってるけど、
今日は逆だからなんだか変な感じだね。でも今日洗い方を覚えたから、家でもお父さんの頭を洗ってあげられる。すごい、あこがどんどん成長していく。これがキーザトーク。よーし、今日はいっぱいいろんなことを覚えるぞ。あよし、じゃあシャンプーを洗い流すね。目を閉じて。よいしょ。水も滴るいい男だね。お父さん、お客様、記念写真撮ろうか。うっちょ、はい、チーズ。この写真、学校の友達に見せていい？お父さんにキーザ東部連れてってもらったことを自慢しちゃうんだ。お土産も買っていかないとね。何がいいかな。さっきちょっと見たけど、お菓子がいっぱいあったよ。今のクラスの子が30人だから、いっぱい入ってるのがいいよね。甘いのがいいかな、しょっぱいのがいいかな。うん、悩むな。お父さんの頭を置いといたままだった。ごめんごめん、はい、ちゃんと頭もあこが拭いてあげるからね。おりゃ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 。こうやって優しく叩くといいんだって。うん、もうちょっと優しくする。うん、ペシ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 。これでいいのかな。あとは頭を揉むようにします。こしこしこし。うんとかどっこいしょ。それでも髪は抜けません。あ、いや、抜けなくていいよね。でも、アクのお父さんはふさふさでもツルツルでも、アクのお父さんだから。よいしょ。
このくらいでいいかな。じゃあ仕上げのドライヤービーム。説明しよう。ドライヤービームは怪獣お客様に発射することで髪が乾くのだ。ブーン、ブーン、ブーン、あーれお仕事完了。お父さん、ありがとう。おかげで箱、初めてのお仕事うまくできたよ。褒めて褒めて。髪を切るとこって、理容室って言うんだね。ずっと散髪屋さんだと思ってた。お母さんは、理容院ってとこに行くよね。箱、初めて聞いたときびっくりしちゃった。え、病院？お母さんどっか悪いなーって。美容室にも、美容院にも連れてってもらったことあるけど、お店の感じって全然違うね。箱は美容室の方が好きかも。なんか落ち着く。じゃあ、早く次行こう。